特急天気指定となります。東急飛騨6号名古屋行きです。列車は岐阜から東海道線入りますので進む方向変わっております。前から10号車、9号車、8号車、5号車、4号車、3号車、2号車、1号車の順の8両です。自由席は9号車と1号車です。その他の車両指定席です。なお10号車と2号車の1番から8番の席グリーン席です。次は終着の名古屋です。12時5分の到着です。本日は下呂駅にてお客様混雑の影響により岐阜の駅2分ほど遅れて発車しております。列車遅れますことお詫びをいたします。 NEXT STOP 名古屋ターミナル。
エスカレーターは到着したホームの後寄りにあります。また名古屋駅到着前、列車が左右に揺れますので、お立ちのお客様はご注意ください。 We will soon arrive at 名古屋 CA68. Please change here for the Shinkansen Chuo Line、Kansai Line、Aonami Line、Subway Line、Meitetsu Line、and Kintetsu Line. If you have a suitcase, please take care not to bump into other passengers when wheeling it through the train or station. An elevator and escalator are at the back of the platform. Please take care if you are standing, as the train will sway as it approaches Nagoya Station.Thank you for traveling with JR Central. The 乗り換えのご案内をいたします。新幹線下り京都新大阪方面16番17番線です。ひかり639号新大阪行きは12時19分乗り場17番線。のぞみ87号広島行きは12時32分同じく17番線です。変わりまして新幹線上り静岡新横浜品川方面14番15番線です。のぞみ104号東京行き12時14分乗り場15番線。ひかり648号東京行き12時31分14番線。こだま722号東京行き12時38分15番線です。東海道線この先新快速豊橋行きは12時16分乗り場2番線。普通列車の大部行き12時18分3番線です。中央線をご利用のお客様にご案内いたします。本日中央線では電線火災が発生した影響によりただいま運転を見合わせております。駅の案内放送電光掲示板駅係員にお尋ねください。中央線ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。関西線普通列車の四日市行き12時15分乗り場13番線。快速三重9号鳥羽行き12時37分12番線。特急南紀5号紀伊勝浦行き12時58分12番線です。地下鉄東山線桜通り線ご利用のお客様も乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。終着名古屋です。お出口は進行方向左側4番線到着です。ドアから手を離してお待ちください。途中お客様混雑の影響により遅れて運転いたしておりましたが終着名古屋行き時刻通りの到着となります。途中列車遅れましたことお詫びをいたします。本日も JR 東海特急ひなごご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちいたしております。また感染症対策にもご協力いただきありがとうございました。 We will soon arrive at 名古屋ターミナル。